はい、どうも、大成明でございます。いつもありがとうございます。ということで、今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960、70、80、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説しようといった、まあそういったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方見ていただければなと思います。ということで、今回ですけども、今回も引き続き、浜田省吾さんの今までのアルバムを紐解こうということで、浜田省吾アルバム誌第2弾ということでやっていこうと思います。まず、第何弾まであんのかという話でございますけどもね、まあね、いきなりまた2回連続で来てしまって申し訳ないんですが、まあ他のもねやっていきながらやろうかなと思うんですけど、基本的にまあ先ほどもオープニングで言いました通り、まあ60年代70年代の日本のフォークソングとか歌謡曲、そういったものを語ってるチャンネルでございまして、まあ浜田省吾さんも僕の何回もねこの動画で、出てきておりますけどもね、この間はですね、イルミネーションという浜田省吾さんの3枚目のアルバムまで、まあお話しいたしましたので、まあ続いて、今回は、また続きから行こうかなと思います。はい、ということで今回は、ですね、まず最初マインドスクリーンというアルバムから行こうかなと思いますけども、これは1979年に発売されました浜田省吾さんの4枚目の、アルバムということでですね、まあね、このチャンネルでは、アルバムを紹介して僕の好きな、まあ曲というものをね、申し訳ないんですが、ただただ喋らせてもらうと、まあ、あのマインドスクリーンという、アルバムでございます。まあすごくこの頃は浜田省吾さん自身失語症になるぐらい、この曲のは書けるけども、この詩が書けないという、言葉が書けないみたいな、まあそういったこのマインドというかね、そういったものにこう陥ってしまって、ある意味スランプというかね、そういうものに、陥ってしまいましてですね、締め切りが来てもなかなか歌詞を書き切ることができないと、まあいうことだと思うんですけども、僕もね、まあ音楽作ってるからわかるんですけど、歌詞書くって難しいなって思うんですけど、まあ僕なんかと一緒にすんなって話ですけど、まあ本当にそういうね、なんか歌詞書くのってすごく大変で、その時やっぱ浜田省吾さん自身も、まあ本当に歌詞の天才ですから、本当にやっぱこう行き詰まるところは結構あったのかもしれないですね。それでなかなかこう売れ行きがあんまり いかないという、まあそういったストレスなんかも多分あってですね、まあなったんだと思うんですけども、まあそれでこう6曲ぐらいですね、10曲あるうちの6曲ぐらい、あの女性のね、詩人というか、歌詞作詞家、まあそういった方にこうお任せしているということでですね、すごくこうあんまりこう浜田省吾さん自身このアルバム気に入ってないらしくて、まあメロディーはね本当にすごくこういいっていう風に言ってるんですけど、やっぱこの歌詞自分で書いてないということで、でこのやっぱりこう改めてね、この自分で歌詞を書くことの大切さ、まあそれがやっぱこのミュージシャンである、浜田省吾さん自身、なんかここのこのアルバムを作ったことをまあ経験というかバネにして改めて再認識したと、まあそういった話を聞いておりますけども、このアルバム自身も8000枚ぐらいしかね売れなくてですね、でその8000枚のね、しか売れなかったんですけど、その中に一人田原俊彦さんが買っていたということで、8000人に一人というふうに後でこう言われるようになるんですけど、浜田省吾さんからね、まあそういったことがありまして、でなかなかやっぱこれ浜田省吾さん自身としてもあまりこう思い出したくないような、過去なのかなと思いますけども、ただ、まあこういった時期があったからこそ、こういったアルバムを作る過程があったからこそ、改めてこのミュージシャン浜田省吾さんの素晴らしい歌詞のあの才能が花開くきっかけになったのかなと僕思いますけども、実際にまあ浜田省吾さん作詞してる曲もありまして、僕はすごく、身に染みて大好きなわけでございます。そしてやっぱりね、浜田省吾さん自身もおっしゃいますけども、本当にこのメロディーとしてのこのやっぱ転生ぶりっていうのは本当にすごいし、かっこいいアルバムだなって思います。はい、僕の、好きな、曲たちでございますけども、偽りの日々でございます。これ後々リメイクされてますけども、これすごくこうサビのね部分がなんかおしゃれというか、アメリカンポップスみたいなね、グッドバイダーリン、グッドバイマイラブっていうこのね、このコーラスとかが効いてる、まあやっぱりこの影響された浜田省吾さん自身、ビーチボーイズとかですかね、まあそういった方々から影響を受けたという、まあそういったやっぱその今まで聴いてきた音楽のこの積み重ねというかね、貯金みたいなものがありましてね、やっぱそういったものに影響されて、そういったサウンド作りというものをすごくこだわって作ってたのかなと思います。だからサウンド面めちゃくちゃかっこいいんですよね。はい、続いて朝のシルエット。これめっちゃ好きっすね。あの本当にね、なんかあのおしゃれというか、ちょっとね、あの本当にかっこいい大人、なんかなんだろう、こう30代のね大人の色気みたいな、なんかそういったものが漂う、感じでございます。僕も朝コーヒーとかね、なんか女性に運んでいただきたいと、まあそういった夢を見させてくれるようなね、ちょっとロマンチックで、そしてなんか愛というものがすごく幸せな描写で描かれてるような、まあそういった情景描写がすごく効いてる曲かなと僕思いまして、で音楽性もちょっとですね、歌謡曲
ぽいねチックなところもあるんですけども、ただそれと同時にそういったメロディー性歌謡曲チックなんだけど、どちらかというとこうやっぱりアメリカンポップスとかそういったちょっと洋楽思考みたいなものがアレンジとしてこう聞いてるって、まあそういった、まあものかなと僕思うんですけどもね。はい、続いてグッドナイトエンジェルでございますけどもね、これまあ歌詞違いの未発表部分があったりとかしてますけども、これもまたリメイクされてます。これもねまあどちらかというとアメリカンポップスみたいな感じなんですけど、どちらかというとやっぱシティポップ、まあこの時やっぱ流行り出したシティポップ、まあ本当にそのシュガーベイブ山下達郎さんしかり、太田圭一さんしかり、まあそういった方々がねこの時期にこう作り上げてきたシティポップの原型みたいなね、まあそういったものがすごくこう僕は反映されてるのかなと思います。なんかこの日本のポップス性というかね、ちょっとやっぱ浜田省吾さん自身もすごくそういった新しい音楽というものをね誰よりも早くこう体現してたのかなと思います。やっぱりどうしてもねフォークとかロックミュージシャンっていうイメージが強いかと思うんですけども、ただこういったこのポップス性みたいな、そういったものが僕はすごく浜田省吾さんの魅力だと思っております。はい、続いて悪い夢でございますけどもね、これは本当にこの当時の浜田省吾さんの、本当にね曲とか歌詞が書けなくなるぐらいこうスランプというかねストレスとかいろんなことがあったと思うんですけど、まあそういったもののね、素直な気持ちというものを描いた楽曲になっております。本当にこのね自分の今のこの状況というものをこう悪い夢を見ているみたいなね、友達とか恋人離れていくとかね、なんかそういったこの悪い夢を見ているかのような、今という現実、それをそのまま投影させた歌ということで、僕もこれ聞くとすごくなんかねその音楽でいうその歌詞を聞いて勇気づけられるというような、長所じゃなくてですね、歌詞を聞いてすごく共感性、すごく共感して、あ浜田省吾さんもこんな時期があったんだから僕も頑張ろうぜみたいな、なんかそういった共感性を生んでくれるような音楽になっていて、すごく僕は大好きな、曲になっております。皆さんもね、結構このアルバム好きな方は僕の友達結構いまして、本当にねこのアルバムについて語るだけですごく話がね、進むというか飲みがねお酒が深くなるって感じでございますけどもね。はい、続いてのアルバムでございます、君が人生の時でございますけどもね、まあ表題曲僕大好きでございますけども、本当にこのアルバムも素晴らしいわけでございますけども、これ1979年に発売されました、まあ5枚目のアルバムでございますけどもね、これはもう本当ポップス路線って感じですかね。本当にこのねすごくこうやっぱキャッチーなメロディーとか、本当に先ほども言いましたけどシティポップとかそれこそアメリカンポップスのまあ走りというか、日本の中でこうパイオニア的なね、そういったところがすごくね、凝縮されたようなアルバムになっておりますけども、まあ本当にこれね早いんですよね。前作のマインドスクリーンからですね半年ぐらいのねこの感覚でね出してるということで、すごく早いんですけどもね、まあこれはですねある意味ねコンセプトじゃないんですけども、浜田省吾さんのこの青春時代とか、今までのこの中の流れというものをこうアルバム一貫としてこうなんかね描いてるといったような、まあそういったようなねアルバムになっております。やっぱこう一回こう大変な思いをして詩を書くのがミュージシャンとして大切なんだということを再認識した浜田省吾さんが、ここからこう自分のね、青春時代とか今までのこのストーリーみたいなもね、まあ、そういった思い出というかそういったこの感情論みたいなところをこうねアルバムに凝縮していると、まあいった感じでございますけども、この時何がすごかったかって、風を感じてがすごいヒットしたと、まあいうことでですね、日清のカップヌードルの CM として、まあ書き下ろされたということでね、すごくねまあそういった背景もありまして、でこのアルバムにも入ってますけども、すごくこう浜田省吾さんが光をこう浴びたような、そういった時期なんですよね。やっぱこのね風を感じてがすごくヒットしたことによって、このヒットの勢いが消えないようにですね、こうアルバムを作らなきゃいけないなという、まあそういった浜田省吾さんのこうプレッシャーなんかもありまして、この時すごくレコーディングが大変だったという、まあそういった思い出をね語っておりますけどもね。はい、そして僕の大好きな曲でございますけども、風を感じてね、はい、やっぱ来ますけどもね、こう僕は、なんていうかこのね歌詞がやっぱすごいなと思いますけどもね、自由に生きていく方法なんて100通りだってあるさと、この歌詞にどれだけ勇気づけられたかという感じでございますけどもね、本当にこの浜田省吾さんの辛い経験をされてきたからこそ言える言葉の重みであるかなと僕は思いますけどもね。テレビ番組とかね今ほとんど出る感じじゃないですけど、まあこの頃はねよく歌番組出てたらしいんですけどもね、まあ当時生きてないんで僕はちょっとわかんないんですけどもね、その状況を知ってる方いれば教えていただきたいという感じでございますけどもね。この時にね、すごくこうねテレビ出てたんですけど、そっからねなかなかもう出なくなった、2000年ぐらいまで出なくなったという感じでございます。はい、そしてさよならに口づけでございます。まあ後々これシングルカットされてますけども、この歌詞がすごくいいんですよね。なんかこのねやっぱこれも本当に青春時代とかを映してるようなアルバムということで、歌詞の中にですね、ドラムを叩ける仕事見つけたんだ、二度とキャンパスに戻らないつもり、このままここにいたら錆びついてしまいそうで、しばらく会えない、旅に出るから、でもそれが君との別れだった、これがねすごくねやっぱ本当にそのままって感じですよね。アイドというバンドで、ねドラムを叩ける仕事を見つけて、そっからねそのねメジャーの道に行くから君と別れなきゃいけないと、まあそういったその失恋模様というか、別れ話、まあそういったものがね本当に浜田省吾さんの青春時代として反映されている、まあそういった
ったすごくね、いいアルバムでございますけどもね。はい、続いて4年目の秋でございます。これめちゃくちゃ好きでございますけどもね、北の国からの92年バージョンのね、まあ、ところでこう挿入歌に起用されました。これは本当に女性のね、まあテーマにした女性を主役として歌なんですけどもね、少女の頃は帰らないというかね、私のこの少女の若きこのなんかこうエネルギッシュな純粋な頃は帰らない、今は、土曜日の夜テーブル越しに声をね、見知らぬ男に声かけられてみたいなね、あの頃の私はどこ行っちゃったのかしらみたいなこと、都会というところにこう馴染んでいく様というか、それでもなんかやっぱり彼女はすごくね都会に馴染んで、旗から見たらすごく輝かしいのかもしれないけども、自分の中では一人ぼっちだと、孤独を抱えているんだと。で、本当の愛を見つける日までは、ね、私は一人ぼっちみたいなね、この都会に洗練された女性みたいな、まあそういったテーマで描かれているということで、やっぱこのね歌詞のねタッチというかね、こういうところに目をつけるんだというところがすごい尊敬できるわけでございます。はい、続いて今夜はご機嫌でございますけども、これはですねファーストアルバムの生まれたところと離れての頃からまあ割とできていたということでございますけどもね、これもすっげーアメリカンポップスというかポップス感満載でございますけどね、これはもう結構明るいような曲でございます。はい、続いて君が人生の時でございます。これはねまあ本当に表題曲になっておりますけども、僕の人生でも欠かせない浜田翔吾さんの名曲、僕のね三大浜田翔吾さんのね名曲ってね何だろうってことを考えたんですけどね、僕の中ですごくね、なんかこう人生を導いてくれる名曲ですよね。その3つがですね、君が人生の時でしょ、家路でしょ、それからですね日はまた昇る、この3つは本当にこの人生を導いてくれる浜田翔吾さんの名曲ベスト3の3本柱これだと思っててですね、まあその中の入っている曲でございます君が人生の時、まあこれ僕の勝手なねまあ見解でございます、申し訳ない、皆さんもそれぞれあると思いますけどもね、まあ本当にこれもすごく僕は大好きな曲でございますけどもね、もともとこれね28年目の甲子園というまあそういった、まあ映画で使われるような曲だったんですけども、ね最初試写会まではなんかこの曲で行くみたいな話だったらしいんですけど、そこからね旅するソングライターというねアルバムに収録されて夢の続きになったという感じでございます。はい、続いてホームバウンドでございます。今日の最後でございます。1980年にね発売されました6枚目のアルバムでございます。このねホームバウンドはね、生まれ変わり、まあそういった意味がありまして、どういった生まれ変わりなのかということでね、アメリカでのレコーディングというものをね希望してた浜田翔吾さん自身がねいましてね、憧れのこのロックサウンドというかね、まあ、本当にこの本場アメリカのね音楽のねロックサウンド、やっぱりこう浜田翔吾さんのルーツとかっていうのはやっぱアメリカなのかなと思いますんでね、まあそういったところがありまして、まあある意味こう第2のデビューアルバム、まあそういった風に浜田翔吾さんがね位置づけてるということで、こう生まれ変わるんだと、アメリカ本場のねレコーディングでこうね自分が求めてた音を追求する、それでまあまた出す、これがまあ第2の生まれ変わりということでございますけどもね、これ1999年にリマスタリングが発売されましたけども、まあホームバウンドっていうねありますけど、サイモン&ガーファンクルのねホームワードバウンドと言いますアルバム、まあそこからね来てるというね、そこ原点回帰みたいなね、まあ、そういった意味が込められていますけども、それをこうもじって、ホームバウンドという造語ですかね、これも須藤明さんの、まあ、考案で作られたという感じでございますけども、トトのギタリストのねスティーブ・ルカサーがねすごく参加してるということでね、すごく長子幹事さんとかねめっちゃ憧れみたいな感じでめっちゃ興奮するみたいなね、すごいねミュージシャンの方々も参加してるということでございますけども、ピアノとかではニッキー・ホプキンスさんがね参加してたりとかいう感じでございますけども、僕の大好きな曲でございます、終わりなき疾走でございますけどもね、これはね、めっちゃ爽快感にあふれるもう名曲ですよね、もうファンの方々したらもう最高って感じですけどね、すっげー爽快なんですよね、すっげーやっぱこのロックサウンド来たって感じですよね、浜田翔吾さんといえばこのサウンドやみたいなね、ある意味このアルバムのもう顔ですからね1曲目ということでね、本当にこれ大好きな曲なんですよね、本当にまあライブなんかでもねもう最近だといっぱい歌われますけどね、本当にこれはもう代名詞という風に言われるぐらい浜田翔吾さんのもう最強な音楽だと思います。はい、続いて東京でございますけどもね、東京、シングルとして発売もされましたけどもね、この東京やっぱいろんなミュージシャンねやっぱ東京という曲書きますよね、まあ本当桑田佳祐さんとかね、まあ矢沢永吉さんとかね、まあ本当にいろんな方東京というものを書きます。でやっぱこのテーマというかね、その東京という歌のテーマ、いろんなミュージシャンやっぱ暗く書くわけですよね、まあその音楽性もすごく暗く書くみたいなね、すごいどんよりした空気で書くみたいなね、東京の華やかさとは裏腹のこの挫折というものをやっぱりこう描いてるから、やっぱ東京というタイトルにはやっぱそういったマイナーなすごくそういった雰囲気が漂う。ただこのね浜田翔吾さんの東京、歌詞はものすごく、まあ暗いというか、ある意味東京の現実的なこの闇の部分みたいなね、まあそういったところを描いてるんですけども、まあ音楽性としてはねマイナーっちゃマイナーなんですけども、ちょっとなんかねこうちょっと疾走感がねあったりするっていう感じで、まあちょっとギャップがある感じですかね、歌詞とメ
ロディーとかアレンジにね、その華やかな東京を歌った沢田研二さんの時はね、あれのね、まあアンサーソング的なね感じでこう歌ってるということでございますけども、やっぱこのダークサイドをねやっぱ歌ってるって感じですかね。はい、続いて丘の上の愛、これも名曲っすよね。これも超名曲っすよね。人は一体ね、愛がお金で買えるならってね、この歌詞に僕ゾゾッときましたよね。やっぱりこのね、本当の愛ってみんな求めてんのかなって、なんか僕なんかも思いますよね。やっぱこうね、本当にこう愛をなんかね、本当に純粋に愛するっていう、このティーネージャーの愛というかね、若彼氏頃の愛とかね、そういったものがね、やっぱずっと続いていかなきゃいけないんだと思うんですよ。でも大人になるとこう現実主義になったりしてね、お金が欲しいとかね、そのなんか玉残しよみたいなね、本当にそこに愛はあるんかとね、あんたそこに愛はあるんかと、まあそういう感じでございましてね、なんかそういったことをこうね歌ってるというかね、なんかね女性もね、本当は昔はこう純粋に好きだった男の子がいて、その人と結ばれようと思ったんですけども、ただね丘の上のね金持ちのところに行ってしまった、そこは本当の愛なのかいと、お金で買えるのか愛はと、まあそういった問題提起がある、本当に僕は染みる曲でございます。はい、続いてアバズレセブンティーンでございます。大好きでございます。これポップするという感じでね、本当にこのティーンネージャーのね、なんかこのアメリカンな感じがめっちゃかっこいいって感じですけどもね、これもともと山口百恵さんに提供する予定で書いていたらしいんですけどもね、まあこれはダメだったということで、甲斐義弘さんがねカバーしたりしててですね、レコーディングしないならね、この全然昔から作ってたんですけどね、このアバズレセブンティーンめっちゃええやんけみたいなね、甲斐義弘さんがね、でそのレコーディングしないなら俺にちょうだいよみたいな、まあそういった話があったりとかしておりますけどもね、めっちゃこれも大好き、もうねなんか本当にかっこいい曲でございますけどもね、なんかこうロカビリーみたいな感じでね。はい、続いて、今夜こそでございます。これもいいですね、なんかね今夜こそね君をって、これ割と明るいような浜田省吾さんのまあ一面が出てるのかなと思いますけどもね、今夜こそってこれもね、あのなんかこの東京の華やかなこの恋愛模様みたいなね、あの話ができてますけどもね、すごく僕も大好きでございます。はい、続いて、ガラスの部屋、これもめっちゃいいんですよね。あの後々こうリメイクというかリマスタリングというか、あの新しく撮り直したバージョンとかはあのこうコーラスがね、聞いてたりとかして、すごいかっこいいんですけど、この原曲もねかっこいいですよね。なんかねガラスの部屋すごく大好きでございます。はい、続いて明日なき世代でございますけどもね、まあこれもめっちゃいい。これこそ本当になんかね、あの終わりなき疾走となんかちょっと並ぶぐらいのね、僕はすごい名曲だと思ってます。明日なき世代これね、もうめっちゃいいっすよね。この歌詞によって勇気づけられた本当に当時浜田省吾さんのファンだった方いくらでもいるんじゃないかっていうぐらいね、僕もねなんかねこれ電車に乗りながらね、憂鬱な朝とかに聞くとこれスカッとするというような効果がありまして大好きなんですよね。はい、続いて最後でございます。家路でございます。これはもう言わずと知れた、名曲でございまして、僕ねあの家路についてねなんかラジオっぽくこう喋ってる動画出しましたんで、皆さんそちらの方を見ていただいてもいいですかね。もう僕これ多分家路について喋ってしまうと本当にねこの動画の半分以上使ってしまうかなと思いますんで、ぜひ皆さんもね、あの見ていただきたいなと思います。ということで、浜田省吾さんのアルバムを紐解く浜田省吾さんアルバム第2弾でした。まあちょっと次回からはわかんないですけどね、また違うことやるかもしれないですけど、まあこれも引き続きやっていこうと思いますので、全皆さんありがとうございました。